どうも、京介です。寝不足です。なんで寝不足かって言ったらですね、朝の5時から8時まで学校行って、違うわ、朝の8時から5時まで学校行って、6時からバイト行って、11時までやって、そこから家帰って12時から編集始まってってやってるんですよ、僕は。っていうのを、短く、ナイトルーティーンみたいな感じにして VTR にしましたので、皆さんぜひご覧ください。どうぞ。はい、11時50分。やっとバイトから帰り着くことができました。ただいま。僕は絶対一人でもこの言葉を言います。誰もいないのに。はい、だいたい12時になりました。ということで、帰ってきたらまず座ってスイッチで YouTube をつけます。あ、もうすでに眠そう。絶対に僕の家のテレビでは、YouTube がついております。最近のお気に入りは東海オンエアの過去動画を見ることです。さて、動画を見ながら僕は編集をします。だいたい2時間後やっと編集が終わります。そして動画を上げますね。ここで上げ終わったらすぐに僕は上着を脱いで、次はどこへ行くのかというと、2時半になりました。私が向かう先はお風呂でございます。汚いものが映ってるので僕の変顔でも載せておきますね。また汚いものが映っているので僕の前の動画を載せておきますね。ひらりひらりと舞い遊ぶように姿見せてアゲハチョウ、夏の夜の真ん中月の下よ。ということで体を拭き終わったのでお風呂は完了。乾かします。最近は乾燥が激しいのでニベを顔に塗ります。何の顔。もろもろ完了。もうすでに夜遅いのですがコメントなどを返します。いつもだいたい3時に僕は布団に入るようにしております。少しでも寝ていたい、そういう気持ちが現れておりますね。はは。もうお前のバイバイとか言えねん。まあとにかくもう僕は寝ます。おやすみなさい。撮影終わり。